ハロー常磐病院の皆さん、先日からサーフィン部に参加してとうとうですね、サーフボードとウェットスーツを買ってしまいました。これから寒くなるというのにどうしましょう。やるしかないですね。ところで最近 Google 口コミの常磐病院の評判が低いのを知っていますか？こちらになるんですけれども、概要欄にリンクを貼っておきますから、時間があるときにぜひ皆さん見てみてください。以前から評価はあんまり高くなかったのですが、この半年の間に評価がだだ下がりです。もちろん口コミはですね、書き込む方はですね、病院で残念な気持ちになられた方がですね、怒りのエネルギーで書き込む場合が多いと思います。どうしてもネガティブな評価が多いのかなと思います。とは言ってもですね、ここ最近の悪い評価はやはり何か病院に問題があるんだろうと思います。持続的な病院運営には三方よし、三方よしでしょ、三方よしの考え方が大事ですよと常々言ってきました。経営者の視点、職員の視点、患者さんの視点です。このいずれかが欠けても病院運営はうまくいかないんですね。例えばですね、経営者ばかり設けて職員にはブラックな職場であれば職員は離れていきますし、過剰な福利厚生では収支が赤字になるかもしれません。もちろん病院は患者さんという人を相手にする業態ですので、患者満足度をおろそかにするといずれ誰も受診したがらない病院になってしまうでしょう。現在の常磐病院は好感度がとっても低い病院になっているのかもしれません。常磐病院に不満を感じ口コミを投稿した人が一人いると、その方の家族や友人、職場の人に常磐病院はやめておけと言うでしょう。また口コミに書かないまでも、常磐病院に不満を抱えた人は口コミを書いた人の10倍も100倍もいるかもしれません。その人たちのリアルの人間関係で常磐病院だけはやめた方がいいよのエネルギーは凄まじいものがあると思います。常磐病院の評価が落ちた理由の一つにコロナがあるかもしれません。コロナ対策に気をつけすぎてですね、患者の視点が抜け落ちてたのかもしれません。まだまだコロナは続いてます。しかしですね、今一度原点に立ち返って、職員の皆様には患者の視点での業務をお願いしたいと思います。せっかく皆さんの高度な診療行為がですね、患者の視点がないばかりに評価されないのはとっても残念なことですね。それでは今週も患者視点で元気にお仕事いってらっしゃい。